スライスサーブ、曲がった、回転、なんだ今の。最後の最後で今までと全然違った。え、もう終わり。え、ああ殴られる。え、あのどこ行くんですか。帰んだよ、サーブ練習終わったし。な、殴らないんですか。それもうどうでもいい。え、勝手すぎる。帰っちゃった。まあよかったじゃん、暴力沙汰になんなくて。えーちゃん、なんでこんな勝負になったの。え、あ、そういえば、はあ、怒られた理由もわからなかった。え、結局タクマの勝ちか。でも最後の一球だけスライスってどうなんだ。なんかタクマらしくねえよな。ほら終わりだ、各自練習に戻れ。お、お、これはタクマのサーブの全軌道。何のためのノートかはわからんが、170キロ超えのボールを彼の目が詳細に把握できていなければこんなことを試してみるはずがない。タクマは気づいているな。練習というよりはむしろ勝つために打つことを強いられた。最後の一球がその何よりの証拠。あの、ありがとう。え、高崎さんのアドバイスがなかったらあんなにできなかったよ。結局返せなかったけど、でももっと練習したら返せるようになるのかな。あの最後の変化球とかも。あ、でもギターの練習って壁じゃできないな。楽しかった。マロウ君。はい。なかなか面白い勝負だったよ。ところで1ヶ月後に神奈川ジュニアサーキットがあるんだが。神奈川ジュニアサーキット？テニス連盟が主催するテニスの大会だよ。そろそろ練習だけじゃつまらんだろうし、出てみたらどうだね。おお、Aちゃんもついに試合か。やったね Aちゃん。まあせいぜい頑張れよ。試合、8試合？Aちゃんどうしたの？